こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロを着ているのにおしゃれに見える人と全くおしゃれに見えない人がいるのはなぜなのかというテーマでお話をしてみたいと思います。結構ね、皆さんもこれは疑問に感じているのかなと思います。同じユニクロを着ているのに中にはおしゃれに見える人っていますよね。すごくおしゃれに見えるのでどこで買い物してるのって聞いたら、まあ、大体ユニクロだよっていうふうに言う人ってたまにいるじゃないですか。一方で休日のパパなんかは全身ユニクロっていうことも少なくないですよね。でそのパパがおしゃれかというと全くそうじゃないってことも割と多いかなと思うんですよね。まあ、このようにですね、同じユニクロで買い物してるのにおしゃれに見える人と全く見えない人がいるわけですよ。じゃあこの違いって一体何なのかなというところ、そしてどうすればユニクロを上手に活用できるのかなというポイントについて、今日はちょっとスタイリストの視点でお話をしてみたいと思っています。まあ、今でこそですね、ユニクロって言えば、ベーシックでおしゃれなトレンドの服が並んでいるというイメージを持っている方も少なくないかなと思うんですね。特に10代ですとか20代のような若い世代であればユニクロのイメージって結構いいと思うんですね。一方で僕たち30代ですとか40代の世代って結構ユニクロに対するイメージがもうバラバラだと思うんですね。まあ、今のユニクロを知っているという方だったらユニクロ U ですとか JW アンダーソンだとかいろんな著名なデザイナーとのコラボレーションをやっていたりだとか、ベーシックな服があってすごく使いやすいなっていうのは分かっている方もいるんですが、かつてのユニクロのイメージを未だに持っている方って少なくないかなと思うんですね。僕らがもう10代の頃とか20代前半の頃ってユニクロってあんまりかっこいいイメージってなかったですよね。僕も一番最初にユニクロを買ったのは中学生ぐらいだったかなと思うんですが、その頃のユニクロのイメージっていうとやっぱりフリースだとかちょっとやぼったいだとか、あんまりおしゃれな人が着るっていう印象がなかったのかなと思うんですね。そんな僕ら世代っていうのはユニクロに対するイメージが結構様々なのかなというふうに思っています。ただユニクロというのは本当にですね、優れたブランドだと思っていて、お店に行けばベーシックなアイテムからデザイナーとのコラボレーションラインまで様々なものが並んでいるので、数あるアパレルショップの中でもかなり優秀なお店だと思います。ただお店に並んでる商品が全部おしゃれなのかというと、そんなことはもちろんないんですね。これはどんなブランドでも同じなんですが、本当に買うべきもの、ベーシックで使い勝手のいいお洋服というのはユニクロの中で全体の2割ぐらいだと僕は思っています。でユニクロの中の本当に使える2割の商品というのをうまく選び取れる人というのがユニクロを着ておしゃれに見える人、一方で着るといまいちに見えてしまう8割の中から服を選んでしまうのがユニクロを着ておしゃれに見えない人、これが結論なのかなと思っています。つまりユニクロを使いこなすにもある程度のセンスですとか経験が必要なんですね。これがないとユニクロの中から素敵な服を選ぶこともできないし、センスを着こなすことなんかましてや難しいかなと思うんですね。実際ユニクロを着ておしゃれな人というのはもともとおしゃれな人なんですよ。身も蓋もないことを言いますが、ユニクロを着ておしゃれに見える人っていうのはもともとおしゃれな人なんですね。これまでいろんな服を経験してきて、こういう服が似合うんだなとか、こういう服がおしゃれに見えるんだなというところを理解している人がユニクロを使うからこそそれをおしゃれに見せることができるのであって、ファッションのことが全くわからない人がユニクロの中で適当に買い物してもおしゃれに見えるわけがないんですね。ここが難しいポイントで、ほとんどの人は後者で、おしゃれのことがあんまり分かっていないだとか、おしゃれのことがあんまり理解してない状態でユニクロを使ってしまうからいまいちに見えてしまうのかなと僕は思っています。では具体的にどうすればユニクロでもおしゃれに見せることができるのかというところなんですが、これには2つの方法があって、実際にいろんな服を買って失敗を繰り返しながら少しずつ感覚的にファッションセンスというのを磨いていくという方法ですね。あともう一つ方法があって、それは理屈でファッションというものを理解するということですね。例えばファッション指南本と呼ばれるようなファッションの基本が解説してあるような書籍を読むだとか、僕のこのチャンネルもそうですが、さまざまなファッション系の YouTube 番組みたいなのがあるので、そういったものを見ながらファッションの基本というのをある程度理屈で理解する、その上で思考回数を増やしながらセンスを磨いていくという方法があります。僕なんかは完全に前者の方で、いろんな服を買ったりファッションを経験しながら少しずつセンスというものを磨いてきたんですが、なかなかですね、30代40代になってから失敗をしながらファッションを磨くのは難しいかなと思うので、ファッション指南本だとか YouTube だとか、ブログとかもそうですね、いろんなファッションの基本っていうものを身につけながらですね、ユニクロをどう活用すべきかということを学んでみるのもいいかなと思っています。僕の YouTube チャンネルというのは基本的に大人の男性に向けてファッションの基本というところを分かりやすく解説するようにコンセプトを作っていますので、ぜひそちらを見ていただくと体系的にですね、ファッションというものが学びやすいかなと思っています。そしてもう一つですね、ユニクロを使っているのにおしゃれに見える人とおしゃれに見えない人、大きな違いがありまして、ユニクロを着てもおしゃれに見える人というのは全身をユニクロでコーディネートというのはあんまりしないんですね。
部分的にユニクロを取り入れる、ここが上手なのがおしゃれに見える人の特徴なのかなと思います。ユニクロの中でも得意分野と不得意分野というのがありまして、ユニクロはベーシックなものは得意なんですが、例えば UT のような柄物だとかちょっとデザインのあるものというのはあまりおしゃれに見えにくいのかなと思うんですね。おしゃれな人というのはユニクロの中でベーシックで使いやすいものをポイントで使うんですよ。例えばボトムスはすごく優秀で、ユニクロのブルージーンズですとかブラックジーンズですとか感動パンツですとか、こういったベーシックなものはすごく使いやすいので取り入れるんですが、一方で柄物ですとかカラーが強いものはあんまり手を出さないんですね。このようにユニクロというのを部分的に使うというのが非常に大切かなと思っています。簡単にお伝えすると、ブルージーンズブラックジーンズは優秀かなと思いますし、内側に着る無地の丸首 T シャツですとかニットですとか、こういったものもユニクロはすごく優秀なので使い勝手がいいかなと思います。全身をユニクロでコーディネートするのではなくて、そこまで目立たない部分、ボトムスですとかインナーにユニクロを使って、外側に羽織るジャケットだとかアウターに関しては、例えばセレクトショップで買い物をして、ユニクロとセレクトショップをミックスする、このような使い方をしている方は非常におしゃれなのかなと思っています。皆さんも全身をユニクロで構成するのではなくて、ユニクロのアイテムとセレクトショップのアイテムをミックスするというところを頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回はユニクロを使ってもおしゃれに見える人と全くおしゃれに見えない人、この違いについてお話をしました。ポイントは2つですね。まずは数あるユニクロの商品の中から本当に必要な2割を選び取れる知識を身につけるということですね。どういうアイテムがベーシックで使いやすいのかですとか、色はどのように選べばいいのかですとか、コーディネートはどのように構成すればいいのかですとか、こういったところをちゃんと理解しておけばユニクロの中から優れたアイテムを選ぶことができると思いますし、これはですね、他のお店に行っても同じなんですね。セレクトショップに行っても全部がおしゃれかというとそんなことは全くなくて、選ぶべきものというのは 2,3 割ぐらいなのかなと思います。ある程度ファッションの基本というところを覚えておけば、どのようなお店に行っても自分で素敵な服を選ぶことができるのかなと思っています。そして2つ目なんですが、全身をユニクロで構成するのではなくて、少し価格帯を上げたセレクトショップのアイテムなんかとミックスすること、ここをぜひ意識してみてください。この2点さえ意識すれば、きっと皆さんのユニクロの使い方が劇的に向上するかなと思いますので、ぜひお試しいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。